めまして、皆さん。我々、上雲ゼミです。はい。本日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。2時からですね、講演の方、していただく予定だったんですけども、時間もないので、早速、アグネスさんの方からお話をしていただきたいと思います。一応本日の講演会を開くにあたって僕たち その学問っていうか理解を深める香港 その民主化の話だったり理解を深めるっていうのはもちろんあるんですけども、アグネスさん その言論の自由の場を提供するっていうのも今回の講演会で含まれているということを十分理解目的として理解しておいてください。スケジュールとしてはですね、今からですね30分までお話をしていただこうと思っています。10分の休憩を取った後、その後こちら側から質疑応答、話を聞いた上で質疑応答する予定となっています。最後に先生からの講評をいただこうと思っていますので、その流れで把握のほどよろしくお願いします。では早速、アグネスさんから講演の方をスタートしていただきたいと思います。よろしくお願いします。そうですね。まずは自己紹介させていただきます。アグネス・チョウです。アグネス・チョウは英語の名前なんですけれども、中国語というか、広東語の名前だったら、シューテという名前で、両方も私の名前です。で、私は多分皆さんもちょっと、ご存知だと思いますが、私は香港の、市民運動や政治運動に参加していて、2012年から参加し始めて、今も8年目に入りました。今は23歳です。多分皆さんより、老けていると思いますが、頑張って、まだ大学生なので、頑張って大学生らしい若い話をいっぱいしたいなと思っています。よろしくお願いします。そういう、香港の話は、私にとって多分外国人がそういう香港の話を理解するととても複雑な話になると思いますが、やっぱり香港は本当にこの香港社会はこの10年間本当にいろいろ、いろんな変化を経ちまして、私は8年前、2012年、いわゆる私は高校1年生の時に香港の学生運動が初めて参加しましたけれども、本当に8年前の香港と今の香港本当に全く違うので、だからやっぱり香港、外国人として香港を理解、香港というそのものを理解することはかなり難しいと思いますが、でもやっぱり変化が多いからこそいろいろ面白いじゃないかなと、思っています。そうですね、多分そういう皆様が何が知りたいのか分からないんですけれども、でもちょっと基本的な、話をまずは話したいと思っていますね。多分皆さんもそういうニュースとかいろいろね、香港に関する報道とかも見て読んだかもしれませんけれども、香港はもともとというか、香港は、昔はイギリスの植民地で、1997年にそういう中国に返還されて、今は中国の、法的には中国の一部分ですけれども、でもイギリスの植民地自体の時も、今も民主主義がないです。これは日本と違いますね。日本はそういう民主主義もありますし、少なくとも皆様が自分のそういう国会議員とか、そういう好きな政党とかも選べるんですけれども、香港はそうではなくですね、香港は選挙がありますけれども、ほとんど、民主的な選挙もありますけれども、民主的じゃない選挙も、たくさんあります。例えば私たち香港政府は、私たち香港人自ら選んだものではない。
ということは、やっぱり香港人は一度も民主主義を持ったことがないということですね。だからこの民主主義がないということは、市民の不満と怒りの基本だと思っています。もちろん香港にも社会問題がいっぱいあります。例えば、まあ、日本と違って、本当に香港のアパートがめちゃくちゃ狭くて、あとは家賃もすごく高いですね。そういう社会問題、あとは格差、貧富の格差の問題もとっても厳しくて、だから社会問題もすごく多いんですけれども、やっぱりそういう社会問題もあるし、あと政治的な問題、まあ、民主主義がないとか、あとは中国政府のそういうコントロールがますます強くなったという部分も、まあ、市民にとってとてもそういうね、不満を持っています。まあ、もともと、そういう97年返還されて、香港には一国二制度というものを約束されていましたけれども、一国二制度というのは、一国はね、中国なんですけれども、二制度というのは、中国大陸と香港のシステムが違う。例えば、政治的な制度、政治制度も経済制度も全く違いますね。あとは司法制度、法律制度も全く違います。でもそういう一国二制度はもともとは良かったかもしれませんけれども、でも中国政府はこの一国二制度の二制度の部分を守らないとのことについて、そういう市民もすごく怒っています。やっぱりもともと私たちの例えば法律制度も政治制度も経済制度もそういう中国と違うんですけれども、でも中国はますます例えば香港の選挙制度が、これからどうなるのかとか、いろいろね、そういう介入したことになっていて、だからたくさんの不満もね、香港市民の間に集まっていて、そしてデモ活動もすごく多かったです、香港には。今年や2019年だけではなくですね、香港はずっと、この10年間、ずっとデモ活動が多かったんです。やっぱり毎年もう本当に、警察の数字によると、そういう毎年にあるデモ活動とか、まあ、もちろん小さいのもあったし、すごくね、大規模のもあったんですけれども、警察の数字によると、毎年香港に行われたデモ活動は毎年300以上、400以上くらい行ってます。だからそういう、もちろん小さいのもすごく多かったんです。なんか5人、6人がいろいろね、デモしたりすることもあったんですけれども、大規模デモもたくさんありました。で、皆様多分一番記憶に覚えているのは、2019年の香港の運動かもしれません。この2019年の時に、そういう政府が逃亡犯条例改正案という改正案を、そういうやりたくて、で、逃亡犯条例改正案、簡単に言うと、香港の犯罪者が、中国政府を持っている犯罪者が中国に引き渡されることができる。でも、もともと香港と中国の司法制度は全然違うんじゃないですか。だから、全然違う法律制度の国、まあまあ、法律制度が違うということと、というところだけではなくですね、中国は全く人権や自由や、そういう意識がない国です。だから、そういうウイグルの問題もそうなんですけれども、やっぱり自分、この中国政府が好きじゃない人がみんな、例えば理由を、なんか政府が理由を作って、そういう自分が好きじゃない人を逮捕したり、あとは暴行したり、虐待したり、あとは不可解な形で死んでしまった人もたくさんいました、中国でね。そういう、別に人は多分犯罪はしていないんですけれども、そういう何か多分中国政府は嫌な、話を話して、で、中国は理由を作ってそういう人たちを逮捕することたくさん
ありました。だから中国はもともとそういう人権概念がない国で、まあ、いわゆる独裁国、独裁国家ですね。だから香港で香港の犯罪者が、犯罪者というか、政府が持っている犯罪者、実は犯罪していたか否かは別の問題なんですけれども、まあ、いわゆる政府が好きじゃない人が勝手に中国に引き渡されることができるということを、非常に香港にとって、香港人にとってとっても危ないです。特に私たちはそういうデモ活動が多くて、やっぱり政府に反対する声もすごく強いですね。もともと普通の場所だったら政府に反対することは権利ですし自由ですけれども、中国ではそうではなくですね、そういう反対的な意見は絶対言っちゃダメ国なので、それはすごく危ないなってみんな思ってて、だから去年はすごく大規模な運動がありました。でも私たちの要求は、その改正案の撤回というものだけではなく、実は去年の6月から5大要求、5つの要求というものがありました。まあ、5つの要求というのは多分皆さんも知っていると思いますけど、5つの要求というのは、改正案の撤回や、あとは警察の暴力、今香港警察がとんでもない暴力毎日使っているので、警察の暴力に対して外部調査委員会を設立すること。あとは普通選挙、いわゆる本当の民主主義、民主的な選挙制度を、設立することも、香港市民の要求です。だから去年の6月に、まずは6月に1回100万人のデモがありました。あとは200万人のデモもありました。あとは、そういう7月以降にもいろんなね、その本当に毎週、毎日があったくらい、いろんなデモ活動があってて、小さいのもあったし、大規模のもあったし、あとは今年の1月1日にも100万人以上が集まってデモをやりました。確かに去年の8月かな、去年の、まあ、いつかわかんない、去年の10月から11月の時に政府は改正案、逃亡犯条例改正案の撤回を発表しましたけれども、やっぱり警察の暴力毎日起きていて、で、たくさんの、まあ、特に若者やデモの参加者が逮捕されたり、あとは、虐待されたり、もちろん警察はもともと犯罪者が、逮捕した人たちを虐待することは、もちろんね、警察の仕事ではないし、警察はそうする権力を持っていないですけれども、今、香港の警察はもう、そういう法律無視な、警察になってしまってですね。だから、そういう、もちもともと、そういう、警察がリンチを使うことは、もちろん法的にはダメなんですけれども、警察はもう法律を無視をして、で、もちろん政府側もそういう警察たちを逮捕しないし、起訴はしないから、まあ、警察もやりたい放題になってしまいました。だから逮捕することだけではなくですね、例えば若者を虐待したり、暴行したり、あと女性ね、特に女性はそういう性的な暴行を受けたりすることもありましたし、レイプされた、まあ、女性も男性も、デモの参加者もいました。あとは、もう本当にこの過去の半年が本当に怖かったんですけれども、あとは、自殺した仲間たちもいましたし、そして不可解な形で死んでしまった若者もいました。でもそういうね、不可解な形というか、怪しい形で死んでしまった若者、デモに参加した若者の死体が発見されても、警察は絶対、あ、これ問題ないんだ、自殺なんだって、
言い切れて、もう本当に一般人から見ると絶対おかしいよとか、例えば去年ある女の子が、この運動に参加してた女の子ですね、15歳の女の子が、の死体が海で、博多、そういう遺書なく、博多での死体が発見されて、で、一般的にはね、女性の博多の死体を発見されたら絶対調査が必要ですよ。ただその時なんか性的な暴行を受けて、そして殺されているんじゃないかなとか、そういうね、これ絶対怪しいんですよ。調査必要なのに、警察はすぐ調査も、そういうやったことなくですね、そしてすぐ、あ、これは大丈夫だ、自殺なんだって言い切れて、そうですね。言い切れました。だから、そういう、まあ、あの女の子だけではなくですね、そういうね、絶対怪しいとみんな思っていることがたくさん多くて、で、死んでしまった仲間たちもたくさんいました。だから、その雰囲気の中で、やっぱり、改正案が撤回されても、この根本的な政治問題解決されていないんです。まあ、いわゆる警察の暴力も毎日起きていますし、毎日ニュースを見ても絶対多分誰が警察に逮捕されたり、虐待されたり、まあ、全部まあメディアに取られましたけれども、そういう毎日このようなニュースをみんな見ていて、だから怒りも政府への不満ももちろん収まれないんですね。やっぱり政府も警察の暴行について一言も言ってませんでした。もうずっと、あ、デモは間違っているとか、デモの参加者をずっと批判しましたけれども、警察の権力乱用に対して何も言ってませんでした。だから警察に対しても、政府に対しても、まあ、香港政府も中国政府もそうなんですけれども、みんなも、強い不満や怒りを持っています。だから今この運動はまだ終わっていないですね。まあ、さっき言ってたように、1月1日に、1月1日にも、すみません、滑舌が悪くて、あの日にも、そういう100万人以上のデモがありましたし、あとは、今も毎週デモや集会とか行われています。これからの日曜日にも、デモが行われる予定があります。そうですね。まあ、今、そういう、この運動、基本的な情報でした。あと私個人的な情報なんですけれども、まあ、去年の8月30日に私は実は逮捕されて、逮捕された理由としては、去年の6月21日にあるそういう警察の暴力に対して反対をするデモに参加してましたので、あのデモの参加に対して、まあ、そういうあのデモの参加によって逮捕されました。そういう罪は2つあってですね、まずは非法集会を参加したこと、あとはこの非法集会、人の参加を扇動したこととの2つの罪で逮捕されました。だから、まあ、8月に逮捕されて、で、あの日すぐ、起訴されて、で、保釈されました。でも、保釈条件は、いくつかあって、まずは、夜間外出禁止令があります。まあ、いわゆる12時から朝の6時まで家にいないといけないですね。あとは、週2回、警察署に報告をしないといけない。ということですね。まあ、かなり面倒くさいんですけれども、一番面倒くさいのは、出国できない。まあ、香港は国じゃないんですから、出境できないということですね。もともと、1月に、いわゆる今、日本に行くつもりがありましたけれども、裁判所に申請を入れても、なかなか、そういう却下されて、まあ、出国の申請が却下されて、だからもともと今はもともと日本にいるんですけれども、そういう行けなくなりました。だから、いつ
外国や海外に行けるのかわからないし、いつこの、まあ、香港の司法的なプロセスはとっても遅いなので、これは多分イギリスの伝統だと思っていますけれども、だからこの裁判いつ終わるのかわかんないし、いつ海外に行けるのかわかんないから、もういつかね、日本に行けたら、そういう皆様に直接会いたいなと思っています。はい、以上です。お話ありがとうございました。はありがとうございました。い、本当に現地のこと、現地にいるかどうかしか分からないようなお話というか、こっちじゃ報道されてないこととかも本当に多く話してくださったなと僕自身は感じてますし、多分みんなも感じたんじゃないでしょうか。まあ質疑応答に入ろうと思ったんですけど、先に休憩取ってしまってもいいですかね。はい、一応休憩を取りますので、お便りに行きたい方とかは言っていただいて、時間が来ましたら質疑応答の時間に入っていきたいと思います。40分から質疑応答を開始したいと思うので、それまで少しだけ待機をお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。